はい、ドリマリのピーター・バンと和尚和尚です、はい、和尚がちょっと前回合コン企画やったんですよ、はいね、あれ懐かしいね。ちょっと今回の企画はモテないやっぱ和尚をどうしてもちょっとモテさせたいと。でも和尚って下のからモテなそうじゃないですか。前も突っ込もうと思ったんですけど、このメガネなんですか。当然前メガネ下手というつもりではないですけど8つぐらい、はい、8つ8個このメガネこのメガネが色違いで団体したことあるの。全然ないです。今日は和尚と言ったらやっぱりこっちじゃないですか。なので今回の企画は、まあ、絶対にモテないであろう和尚が武器こちら用意しました。やっぱりその前回もねお金を持ってるっていうのを分かった瞬間に女性たちがこの反応が変わったんですよね。何とでもね、もし和尚がリムジンの持ち主だっていうことが分かればもしかしたらね態度が強変する人も出るんじゃないかと。足らないものはお金でカバーするってことでレッツバン。渋谷駅とか聞いてダメじゃないですか。何を聞いていいのか分からず、ちょっと作戦を変えてリムジンとの距離多分問題なんじゃないかなと、はい、もう最初からリムジンの近くで、はい、ここでちょっと待機して、はいはい、もうここで勝負かけるって、はい、ここでナンパしてもしダメでもすぐにリムジンを呼べるって状態にすれば、はい、多分いけるような気がするんで、はい、なんとか30秒間伸ばしてもらえたらリムジンをなんとか召喚するんで30秒間だけ粘ってもらっていいですか、はい、じゃあちょっと再チャレンジいきましょう、はい、あの人とかいいんじゃないですか。あのちょっと立って黄色のスカートの、はい、じゃあ僕別カメラから追いますね。はい、行きます。すいません、携帯知ってるところ。渋谷の駅ってどっちだ。渋谷、はい、できたら一緒にご飯とか。ちょっと無理なんで。帰るんだったら自分ちょっとくる車持ってるんで、もしあれだったらどこでも送ってって構わない。いい車買ったんでおすすめ。自分でタクシー捕まえるんで。せっかくなんで見るだけでも。本当にタクシー捕まえる。もうすぐ来ると思う。自分で捕まえる。本当に。来ました。これ私の車なんで、もしよかったら。頑張って粘った感があったけど、もしかしたらね、いけるかもしれない ね。いいムードになったんで、ちょっと頑張ってみたんですけど。ちょっともうちょっと頑張りましょう。はい、頑張ります。Thank you.
谷駅って どっちなのか分かりますか。あれが渋谷駅です。 ありがとうございます。今日なんか朝から何も食べてないんで、これからご飯食べようと思うんですけど、よかったらご一緒に。お金はいくらでも。あ、これはもう楽だなっていう格好なんで。でもそういうお仕事はもう特にブラブラしてるんですけど、似てる感じの、はい、どんな人だったら、普通に収入があって、普通にお仕事してるような金持ちがいいんじゃないですか。お金はね、こう見えてあるんですよ。そうなんです。実はこの車も私の車なんですよ。最近買った車でちょっと奮発して買いましたんで、こうやって今日少しお話ししてちょっとだけ心が近づいたんで、ご飯ぐらいだったら行ってもいいかなっていう。あれあ、なんかめっちゃいい感じになってんじゃん、2人。いや、めっちゃおしゃれなメガネだなって初めて見ました、こんなメガネかけてきた。実は俺らさっきモニターで見てたんですよ、はい、あ、そうなんですね。さっきなんか、あ、なんかめっちゃディズってなかった。めっちゃなんか怪しいなみたいな。あ、そんな生きてるしみたいな。あれ、今はいや、センス逆にみたいな。逆に最先端みたいな。あ、最先端最先端って言われても気づいて始めたんですけど、ナンパされた時、はい、どうだ、怖っって思った、はい、でもなんかそういうなんかお坊さん的な人なのかなみたいな。ナンパとかじゃなくて、なんかこういう活動してますみたいな。あ、よくいないよね。にしてはなんか派手なメガネ。せっかくのリムジンなんでね、はい、近くまで動かせますよ。どっか行く、原宿。隣なんだけど。じゃあちょっと運転手さん、原宿。お金持ちの方が好きだ。まあお金持ってるに越したことないですよね。お金みたいなはけたお嬢でも大丈夫。ご飯行くとかは全然大丈夫。おお、モテ期来てますね。でもその知らない人のところにさ、乗るとか抵抗ない、はい、ありますけど、いや、イメージはでっかくやと。でっかくでっかく。これが普通の一般の車だったらちょっと怖いけど、なんか運転手もいるし、運転手がいるのは結構鍵かも。鍵、はい、まあ、確かに一人じゃないっていう、はい、まあ、これがそのリアルな反応ですよ、世の中の。ちょっと今回の検証結果はリムジンになったら打てないお嬢でもなんとかできちゃう。はい。女の子は車に乗って、女の子とご飯食べれるって。めっちゃ最後カミカミですけど大丈夫ですか。うまくいっちゃったんで逆に緊張しちゃってるって感じ。逆に震えてる、はい、検証結果は持てない男がリムジでナンパをすると乗せた本人が緊張びっくりしちゃう。びっくりして緊張してるという検証結果でした、はい、ということでまた次回検証をやっていきたいと思います、はい、せーの、バン。ランボルギーニに参加するのが怖いというのは2回目分かんない。なんかリムジンは長いから、あ、リムジンだってなる。多分いろんな車並べられてどれでしょうかってたら分かんない。フェラーリとかランボルギーニとか分かんない。ベンツは、あ、ベンツはこういうのついてます。ミキアサイダー。ミキアサイダーね。なるほど、リムジンは長いから分かる。あ、そうです、そうです、そうです。長さ勝ちだね、おっしゃおさん、うん。